皆さんこんにちは、ニーパーキングです。本日は日産のノートオーラをご紹介していきたいと思います。この車は以前ご紹介した新型ノートの兄貴分のような存在で、名前のごとくオーラをまとった雰囲気、すごく気になりますよね。私も元ノート乗りとしてとても興味深く、もっと早くこんなコンパクトカーに出会いたかったなと思わせてくれる素晴らしい作りになっているので、最後まで一緒に見ていただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは G グレードというモデルとなります。全長 4045mm、 全徳 1735mm、 全高 1525mm、 燃費は WLTC モードで 27.2km です。このオーラは新型ノートと比べると全長は同じで、幅が 40mm 長く、全高は 5mm 高いなど、お互いちょうどいいサイズ感を持っているのはすごく魅力的ですよね。また話題のアリアを彷彿させるようなデザインというのも特徴で、この車で全てが十分じゃんと言っても過言ではない素晴らしい作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、まるで刀をイメージしたかのような鋭いヘッドライトに、光沢感のあるブラックグリルといい、とても高級感を感じるかっこいいフロントマスクとなっています。このグリルは光が当たることでキラキラと輝いたように見えるデザインになっていて、ヘッドライトをつなぐブラックラインにフロス塗装されたリップスポイラーといい、高級感だけでなくスポーティー要素もしっかり取り入れた雰囲気、すごく存在感を感じます。またこのお車は新型ノート同様にボンネットにほとんどメスを入れていないのも特徴で、このつるっとしたお肌があることで、よりヘッドライトの鋭さや光沢感が際立っていますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト機能付きのフル LED 仕様となっています。ウインカーはなんと流れるウインカーが採用され、この滑らかな動きもほんと上品ですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、緩やかにルーフを落としたクーベフォルムに、大型アルミホイールといい、とてもスポーティー要素を感じるかっこいいサイドフォルムとなっています。ここの部分は鋭いヘッドライトの先端が入ることで、より全体がシャープにまとまり、この映り込むヘッドライトって結構重要だったりしますよね。タイヤは17インチです。この硬質感を感じるデザイン、すごくかっこいいですよね。給油口は右側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、まるで SUV と思わせるゴツゴツしたフォルムに、薄型のリアコンビネーションといい、とても高級感と安定感を感じるかっこいいリアスタイルとなっています。この部分にはエンブレムではなく、あえての日産の文字が並べられ、この雰囲気もすごく似合っていておしゃれですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、この一文字につながったデザイン、すごく先進的でかっこいいですよね。ライト類は全て LED 仕様になっていて、このどこを見ても死角のないデザイン、本当素晴らしいなと感じました。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、明るいグレーベースに木目調を取り入れた、とても落ち着きのあるおしゃれなデザインとなっています。新型ノートに続き、今回のお車も時代が一気に加速したような最先端の技術が満載の素晴らしい内装になっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。まずフロント中央には9インチの大型ナビが搭載されています。このナビはなんとメーターと一体型になったようなおしゃれなデザインになっていて、この大きなナビにフル液晶メーターといい、この先進感は想像以上に高まります。ここにはエアコンの吹き出し口と、中央には小さめに設計されたハザードボタンがついていて、さらにその下にはエアコンの操作パネルが設置されています。風量、温度調整はダイヤル式となっていて、操作しやすいように切り込み入りのゴムを採用したのは、いい意味でオーラらしくなくて、すごく好印象ですよね。ここにはアクセサリーソケットと USB ポートが2口設置され、この下の部分はワイヤレス充電器として使うこともできます。さらにその後方には電子式のおしゃれなシフトセレクターが設置され、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。
今想像以上に心地いいなと思った視聴者様も多くいらっしゃるかと思うんですが、なんとこの音はバンダイナムコと共同開発された音で、これだけ優しい音色だと駐車も落ち着いてできそうですよね。またここのナビにあるカメラのボタンを押すことで、上空から見たような映像や視覚になりやすい場所を表示してくれて、これも本当にすごく安心できる機能だなと感じました。そしてここにはドライブモードの切り替えスイッチ、EV ボタン、オートホールドのボタンがついています。もちろんこの一等地には電動パーキングブレーキも備わっていて、装備の充実度もそうですが、ここのピアノブラックに木目調、グレーの素材と普通では絶対に交わることのない素材が生み出す世界観に、なんとここにはイルミネーションライトもついていて、夜はこのようなロマンチックな雰囲気を味わうこともでき、これはもう言うことはないですよね。そしてその後方にはおしゃれなアームレストがついていて、中は小さめですが深さのある収納空間となっています。この下もなんと空洞にデザインされた収納スペースになっていて、ティッシュボックスも置けるぐらいの広さと、助手席の同乗者と共有できるスペースがあるのはすごくいいデザインだなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップは意外と固めにできていて滑りにくい印象です。ハンドルの左側でオーディオやメーター内の操作ができ、右側はプロパイロットなどの操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。皆さんこの音にも心地よさを感じたかと思いますが、それ以上にこのフル液晶メーターの先進性、本当かっこいいですよね。メーターの表示はこのように切り替えることもでき、この切り替えの演出もすごくこだわりを感じます。そしてなんとメーター内にはナビ案内の地図も表示させることができます。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、スイード調織物と合皮素材でできた贅沢なコンビシートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、程よい反発感もあり、すごく快適な印象です。今回の車両は BOSE のヘッドレスト内蔵スピーカーが搭載されていて、まるでヘッドレストがヘッドホンをしているようなおしゃれな雰囲気、すごく斬新ですよね。これはただスピーカーが内蔵されているというだけではなく、日本初採用のサウンドシステムになっていて、360度音に包み込まれているかのような迫力や、まるでコンサートホールにいるかのような臨場感を体感できる画期的な構造になっています。実際に今から音の出る方向を操作してみて、臨場感がどれだけ変化するか試してみたいと思うので、皆さん全神経を耳に傾けてぜひ聞いてみてください。どうぞ。まず今こちらが前方にステージがあるようなライブサウンドモードのような形になっています。そしてどんどん音の幅を広げて臨場感を上げていくと、このような感じに変化していきます。皆さんどうでしたか？そして内装紹介に戻りますが、ここには普通のドリンク以外にも 500ml の紙パックも対応したドリンクホルダーがついていて、なんとスマホ置きとしても使える便利な作りになっています。この下には ETC 車載機と給油口、ボンネットを開けるレバーがついていて、ドアの内側にはなんとイルミネーション付きと、コンパクトカーにこれだけの光や音の世界観を取り入れるのは本当素敵ですよね。そしてドアを閉めた音はこのように密閉性を感じる音になっています。フロント上部にはリアカメラの映像と切り替えができるインテリジェントルームミラーがなんと標準装備になっていて、ここにはルームランプがついています。ここは正直電球タイプじゃなく LED だと思っていたので、これには少し驚きました。ここにはもうおなじみの SOS コールボタンもしっかり備わっていて、事故や急病時はもちろんのこと、煽り運転に遭っているその瞬間にも対応してくれるので、これは本当に心強いですよね。そしてサンバイザーは運転席、助手席ともに鏡のみついていて、助手席前にはグレーの織り素材、
特目調、シルバーラインと、どこを見てもおしゃれなデザインとなっています。それでは次に後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、まずドア内側ですが、前の席同様おしゃれなグレーの折り素材が採用されていますが、その他は全てプラ素材となっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間もとても広いので、これはとても快適そうです。また中央には USB ポートが一口とちょっとした小物入れがあり、助手席後ろにはポケットの中にミニポケットと二重構造なのはすごくいいアイデアだなと感じました。そしてリクライニングはほんの少しですが変えることができ、中央にはアームレストも格納されていてほしかったんですが、今回の G グレードにはついていなく、その上のグレードからが標準装備となっています。これは正直想像以上にびっくりした出来事で、それならドア内側の肘置き部分はソフトパッド素材にしてくれたら嬉しかったなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。中はこのような感じで、コンパクトカーでは必要十分なほどとても広い荷室空間になっています。さらに荷室空間を拡大したいときは、ここのレバーを引くことで簡単に後席を倒すことができ、段差はできてしまっていますが、この容量優先の潔さも悪くないですよね。いかがでしたか？本日は日産のノートオーラをご紹介しましたが、この名前の通りの高級感漂うエクステリアに、未来にタイムスリップしたかのような先進性漂う室内空間に、これはコンパクトカーの常識を覆すような素敵な一台でしたよね。音はもちろんですが、見るもの全てにこだわりの演出も感じ、実際に運転する方の所有感はもちろんのこと、一緒に乗る同乗者の方も幸せになれる、そんな新しい形だなと感じました。実際にノートオーラに乗られている方の感想や試乗された方の感想、また動画の感想など、ぜひコメントに書き込んでいっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。